ゴールデンウィークに入り各レジャー施設は連休明けの感染再拡大を防ぐため予防策を継続しながら来場者の増加に備えています。行動や移動の制限がなくなった今年のゴールデンウィーク、こちらの温泉テーマパークも大きな期待を寄せています。蓋を開けてみないと分かんない状態なんですけども、大いに期待はしております。人数制限をしながら引き続き感染対策を行いながら運営してまいります。こちらの施設では感染再拡大を防ぐための検温や消毒、入場制限などを続けています。他の多くの観光施設も地元自治体の呼びかけなどを受けて感染予防策を緩めていません。国内を旅行する人は去年よりも7割近く増えるとみられ、集客強化と感染予防の両立を迫られています。